奇殺は、中国春秋時代の呉で活躍した、政治家、清は姫、呉の初代王、呪母の少子、清廉剣鉄をもって知られ、述べるおし子として知られる。呉を呪母は、息子のうち賢人として名高い奇殺を後継ぎとしたいと思ったが、奇殺は兄を差し置いて大いにつくことを拒み、のに下った。それでも諦めきれなかった呪母は、死に際して、 キ殺に後を継がせるように遺言したので長男の諸藩はキ殺のの元へ赴いて大位に着くことを願ったが、鬼殺はまたしてもこれを拒んだ。そこで鬼殺以外の兄弟たちは相談して、王位を兄弟で継承していくことにし、ひとまず諸藩が大位についた。諸藩の死後、次男のあまり祭りはキ殺に即位を願ったが、鬼殺はこれを拒んだ。 そこであまり祭りはせめて領内の一都市の知性を担当してもらうように望み、貴札もこれを断りきれずのべりょうの地に封ぜられた。貴札はこの地を見事に収め、この後貴札は、のべりょう都市子と呼ばれるようになる。その後、三男の四枚の死後、またしても死者が貴札の元を訪れて大いに着くことを願ったが、貴札はまたしてもこれを拒み、大いは結局、 四枚の子である寮へと継承された。これを不服に思った諸藩の子の孔子公が、公寮を殺して皇寮として即位すると、呉は最盛期を迎えて、春秋五派の一国に数えられるまでになった。呪房鬼殺の逸話は、白衣、粛生や孤高丹乳、喜歴など多くの類型が見られるが、これは、兄弟相続。 バシ相続の風習を儒教的な美談に仕立て上げたものではないかと疑う学者も多い。豪王余罪の時代に、信仰国家呉の使者として鬼殺は諸国を巡った。聖人、鬼殺の名声はこの時すでに諸国に広まっており、各国の高官たちは争って、鬼殺のの元を訪れて、古代の天礼などについて尋ねた。この時聖の安寧、帝の子さん、 進むの羊絶などと対談した。生では、政変の到来を予見して、安永をいめて、職を辞すように進め、神では、義、藩、長の三夜が皇室を散脱することを予言したという。これらは後に現実となった。四季五大白聖歌より、春秋佐子伝では、いつおと記され、さらに、春秋九葉伝えでは、五王領の弟と述べている。春秋佐子伝では、 ジュボの子、ありがとうございます。